はい、どうも皆さんこんにちは、こんがりです。というわけでですね、本日もバトルブレイクアウトやっていこうと思います。はい、ということでね、本日使っていく武器はありません。はい、今ねお金がめちゃめちゃあるということで、そうなんです、こういった時はですね、投げ物ポイポイ企画がね向いてるんですよ。はい、お金に余裕のある時にね、こういうネタ会っていうのは挟んでおかないと、お金がない時にねネタ会っていうのはできませんので、はい、皆さんね、お金がある時は、まあ、投げ物ポイポイしていきましょうということでね、今回投げていくね、まあ投げ物はこれですね、水グレ、はい、 GHO2 オフェンシブグレネードってものがあるんですけれども、まあなんかね、巷では水グレって呼ばれてるらしい。やっぱりね、H2O とかけてるんでしょうか。はい。まあ、このですね、水グレがね、めちゃめちゃ強いらしいんですよ。なんかよくわかんないんだけどさ、これ貫通すんの壁。よくわかんないんだよ、俺、本当に。はい。ちょっとよくわかんないんですよ、マジで。もう教えてください。壁貫通するっていうのと、あと肉ダメが入るっていう。これさ、一撃で消し飛ぶ可能性あるんだよね、このグレネードだと。はい。ということで、まあ、他のグレネードだとね、一撃は確定で耐えるんですけど、まあ、基本的には体力満タンだと。ただこの水グレはですね、まあ、ワンチャン一撃で消し飛ばせるっていうのと、あとね、なんか防具にね、ダメージが入るんじゃなくて、もう肉にね、入るらしいんですよ。だから消し飛ぶっていうね、まあ、なんかことをコメント欄で教えていただいたんですが、まあ、それが本当かどうかは知りません。はい。詳しい方ね、ぜひとも教えてくださいってことで、まあ、今回ね、こちらをですね、まあ、たんまり持っていきます。はい、その数ね、なんと、6424のプラス4で28、まあ、28個あればねワンパぐらい潰せると思うんですよ。一応ちょっとね説明見とくか、見てなかったのは、遅延が4から5秒、そして有効範囲が中、金属片を使用しないオフェンシブグレネード、内蔵した大量の火薬によって発生する衝撃波は遮蔽に隠れた敵にも届き、耳鳴りを起こさせて動きを眠らせるってことで、かなりですねやっぱ強いですね。書いてたわ、遮蔽物もね、貫通するっていうことなんですよ。うん、しかもね肉ダメに入るっていう、もうこれ最強のね、投擲なんだよね。なんでさ MK2 とかね、他のグレネードが高いのか知りませんが、この水グレさえ持ってきゃさ、もう敵ね簡単にね持っていけると思うんですよ、あの世へ。はい、ということで、しっかりね今回こちらをポイポイして、まあ、農場封鎖区、もうちょっとさぶち壊れてるじゃないですか農場って、ちょっと大魔境のね、まあ、匂いがプンプンするんですけど、まあ、それをねよりカオスにしていこうかなと。もう壊れてるんだからさ、もう一度壊れたものはね何度壊してもいいでしょう理論で、もうがっつりね、農場封鎖区しばいていこうと思います。それでは早速やっていきましょう、レッツゴー。はい、ということでですね、秒速 1cm でマッティングしました。対戦よろしくお願いします。まあもちろんね、ソロでやっていきます。はい、メイン武器をねなんか持っていかないとね、あのなんかマッチングできないんですよ野良とは。はい、不思議ですよね、この水グレこそがね最強の武器だというのに。まずはここで湧きましたか。うん、これ積んだな。とりあえずツムツムしちゃったんで、ここはですね一旦ね、まあ、この辺で隠れて、まあ、様子見るでもいいんじゃないかしら。これ絶対来るもんね、だって。とりあえず鎮痛剤パクパクタイムしていきましょう。で、これさ、結構勘違いしてる人がいるんですけど、まあ、僕ね、こうやってネタ回結構挟むんですが、これネタだけどさ、ネタじゃないのよ。あの、確実に僕は命をね、削り取りに行くんで、はい、安心してください。絶対しばくんで、うん。ネタだからといってね、負けていいはずがないんだよな。なんてかわかる？これ普通にご防具だから、うん。これさ、あの、しばかれた瞬間ね、もう大赤字なんですよ。だから僕はしばくわけ。中途半端な覚悟で来てないんだよね。中途半端なことするやつが一番嫌いなんだよ。なんかネタ界だからっつってさ、もうしばかれるの前提でね、なんか防具とかをさ、4層とか3層に変えてさ、なんかしばかれても、とか言ってのさ、つまらないじゃないですか。うん。だから、まあ、そこはですね、まあ、しっかりシビアに、もうがっつりとね、ちょっと高級防具を着揃えて、もう敵をしばいて僕はうまうまして、帰るだけなんで、はい。ただ重いな。ちょ、マジで水ぐれ重すぎ。28個持ってきたらもう58キロでさ、だいぶデブなんですが、まあ、僕よりかはガリですね。はい。僕身長177センチあってさ、で、体重はまあ62、3はあるんでね、全然ガリガリガリクソンレベル。ちょっと待って、今見えたな。なんかいたよな、今。なんかさ、ぼーっとしてたけどなんか見えた気がするわ。あいつがこっちに来てくれないことを祈る、本当に。マジで、とりあえずさ、初動はね、
こっから動かないのが多分基地だと思うんだよね。だってこっちから来るでしょ。絶対こっからさ、回ってくる人いない？こことかで湧いてさ、こうね、順番にやってくる。まあ、それとも、廃墟から来て、まあ、こうかもしんないけどさ、来ないか。この感じいないか。いや、でも初動動くやつは芝かれっぜ。いや、たださ、これちょっと別荘2機がね、行ってる可能性あるんですよ。それにかけてもいいかもしんない。別荘2機をさ、このね、グレネードでさ、もうポイポイしてるだけで沈ませんの相当気持ちよさそうじゃない？やりてえな。いるな。そっち側ですか。まあ、普通に別荘じゃなくてなんかこの辺いそうですが、ちょっと怖いですね。やめていただきたい、本当に。一回ちょっとさ、あっちのね、家から撃たれるの嫌ってね、ちょっと移動しますか。こっちで、まあ、寝そべっておけば OK じゃないかな。まあ、車線は通らないでしょ、これで。ここ怖いよね、本当に。ここ取りに来るやついるんだよね、本当マジで。いや、別荘素直に言ってほしいけどな、本当に。ここ取りに来るやつマジで嫌い、本当。何を考えてるんっていう。ここでイモリ散らかしてさ、やるんだよな、待って。なんか AX52 キーね。気のせい、今のさ、爆発音。何？ちょ、待ってくれよ、農場 AX は聞いてないぞ。聞きたくもないしな、そんな音。ちょ、本当にふざけんな。てか、農場 AX いいな。俺やろっかな。人の振り見て我が振り直せってことですよね。そろそろ動いてもいいですか？答えは聞いてない。黙って見とけみんな。俺が絶対にしばくからな。うん、相当今、唾飛びました。僕の iPad さ、もう唾だらけでほんと汚いんだよな。マジで。誰か掃除してくれませんか？行きましょうか。いや、怖いけどな。ちょっと農場 AX とかいたらさ、もう終わりだわ。それはさすがに罪。もうだっておかしいじゃん、そんな武器で来るの。やめてください。ほんとこれ農場っていうのは初心者マップですから、初心者がねワイワイ楽しく遊ぶためのマップでさ、なんでそんな害悪武器で来るん。さすがに考えられないわ。信じられない。アンビリーバボー。ちゃんと楽しく遊びましょうね、ゲームっていうのは。それがルールだからね、まず第一として。ここ空いてないか。多分いなさそうだね、これは。じゃあまずここで体力回復タイム、はい。で、鎮痛剤パクパクタイムもやっときましょう。うん。これ絶対忘れるやつだから、もう4分の1残ってますが、まあそれはですね、もったいないっちゃもったいないんだけど、一旦これでいい。で、なんか敵がさ、暴れ散らかしてんは、やっぱ別荘かな？いや違うな。そっち側か？ちょっと待って。こっち側で今鳴ってた。やっぱこの辺いるな。あ、でも別荘もいるか。やり合ってるかもしんないね。じゃあちょっと僕がね、第三者として、ちょっと三つどもえさせてやろうか、これ。いるわ。はい、これ別荘です。はい、確実に、息のね、止めてやります。あ、いる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 。これ絶対やる。ちょっと待って。どこかな？別荘は別荘だけどさ、これ多分ね、違うんじゃない？中入ってるか、これ。待て。こっち来てるかな？怖い。はい、とりあえず、この辺ちょっと、あ、ばっぶいっさ、ふざけんな、マジで。何を暴発しとるんだ。4から5秒ってさ、なんか毎回決まってなのうざくない？ちょ、待て。あ、まずい。バカ。何やってんの本当に。なんで離れんの勝手に。やったー！もう、何これ。もうちょっと待って、今のは違うわ。もう、最悪だわ。ちょっと待ってくれよ、今の。もう、見た？もうなんか勝手に離れやがったんだけど。何このバグ。おかしいだろ。いやもう、つまんね、マジで。いや、別荘ん中いるんだったら俺絶対やりたかったのに。もうありえないでしょ、これは、さすがに。マジか、もう、これもう最悪だわ。俺のゴグレがなければさ、絶対やれてただろって、これ。うわぁ、マジかよ。あ、これ、本当に。意味がわかんない、これ。